はい、どうも、吉谷です。今回ですね、LINE の方に、お問い合わせいただいたので回答をしていきたいと思います。まあ、質問内容はですね、ドリームアカデミアの内容何なんですかみたいなご質問だったんで、画面キャプチャーで解説していきたいと思います。いつも YouTube の方で勉強させていただいております。ありがとうございます。ドリームアカデミアに入会を検討しているんですが、いくつか質問よろしいでしょうか。現在の入会金はおいくらでしょうか。コンテンツが多くあると聞いていますが、どのようなコンテンツがあるのでしょうか。僕が見た限り、バズビデオ、バイナリー、ブックメーカーの動画を見ましたということで、まずですね、価格は、39万8000円ですね。はい、39万8000円です。今はですね、現在はですね、すいません。現在は39万8000円で、この後ですね、値上げして49万8000円。これはもう完全予定しているので、値上げはしていきます。で、59万8000円。はい、ここまで値上げしていくことは決定してますね。はい。だから、今この動画を撮ってる現段階では39万8000円ですけれども、まあ1年後2年後もしくは半年後わかんないですけれども、49万8000円になってるかもしれないです。で、その後59万8000円にいつ値上げするかわかんないですけども、そんな感じですね。はい。で、価格は現在39万8000円ですけど、こういうふうに感じで値上げしていきます。ただ値上げのタイミングはちょっとわかんないです。はい。で、コンテンツが多くあると聞いていますが、どのようなコンテンツがあるのでしょうかということで、コンテンツ内容ですね。まず、こちらがドリームアカデミアに、入学していただくと、まあ、お渡しする、ポータルサイトになるんですけども、まあ、ルールあって、いろいろあるんですけども、で、ここに一応進め方、講義の進め方ということで、まあ、ステップ0、ステップ1みたいな感じで、こう、書いてます。どういうふうに見ていけばいいのかっていうところで、で、まずステップ0として、ここの、まあ、究極のマインドセットですね。究極のマインドセット、まあ、マインド一番大事なんで、これは必ず3回見てくださいってことで言ってます。まずここで僕がいろいろやってきたその究極のマインドセットですね、もうずっといろいろやってきて、もうこれやっとけば間違いないっていうので、バーって、まあここでもバーってあります。で、ここでなんか講義の方追加、そのノウハウコレクター、これね、講義なんか提供していただいたんですけど、こういうのもあります。はい。で、まあ、ここでバーってあるんですけども、うん。まあ、ここが最初のコンテンツですね。はい。で、その後ですね、ここに、YouTube で稼ぐノウハウ、YouTube で稼ぐノウハウ、転売で稼ぐノウハウ、ブログで稼ぐノウハウ、自己アフィリエイトで稼ぐノウハウ、ブックメーカーで稼ぐノウハウ、Facebook で稼ぐノウハウ、リスト取りのノウハウ、トップバスで稼ぐノウハウ、FX で稼ぐノウハウ、LINE アットで稼ぐノウハウっていうのが今あります。で、この YouTube で稼ぐノウハウって何かっていうと、なんだろうな。教えてるのはエンドロール動画。まあ、コピーして貼り付けて稼げるよっていうようなやり方です。うん。で、あとはこれ YouTube のルール変更があって、なんかその YouTube 稼ぎづらくなったんじゃないかみたいな塾生さんの声があったので、YouTube 最強の戦略っていうのを追加しました。だからそのルール変更とかね、そういうのもあった時も、まあ対応して講義作ったりとかしています。まあこれもね、ちゃんとやれば稼げます。この YouTube のノウハウも。で、この前お客さんと会ってきたんですけど、このエンドロールの動画ですね。エンドロールの動画って何かっていうと、エンドロールの動画、分かりやすくすると、チャンネル。まあ、これがエンドロールするみたいな感じですね。再生するとエンドロールしますよ、みたいなやつですね。はい、で、この前ですね、このエンドロール動画で、お客さんに直接会って、まあ、チャンネルも見せてもらったんですけども、その人は今、1日1本アップするかどうかぐらいのペースで、チャンネル登録者数が、このエンドロールの動画でチャンネル登録者数が1万人いて、で、毎月5万から8万、ぐらい稼いでると。で、ほったらかしの部分が結構あるけど、毎月5万から8万。まあ見せてもらいましたけど、ちゃんとやってるんで、うん、コピペして稼げますけれども、うん、その中に創意工夫をしてるかっていうところが大事なんで、まあ今度ね、このエンドロール動画でも稼げるんですよ、まだ。うん。で、昔このエンドロール動画のね、方法っていうのはすごく売られた時期があって、で、なんかコピペで稼げるみたいなところをすごく出して、
販売されてた方いらっしゃるんですけども、まあ販売のフックとしてはいいですけれども、やっぱそれで入ってくるんで、そのコピペで稼げるで終わりで、そこに対して創意工夫が全くない、そこを考えられないお客さんが多くて、まあ稼げないんですよね結論。だけど未だにエンドロール動画稼げるんですね。でもちゃんと創意工夫、どういう風なジャンル選定だったりやり方っていうのをちゃんとやれば稼げるんですね。うん、だそれもねちょっとね追加してもいいですね。今度追加しますよ。あの実際あのお客さんで、そのドリームアカデミアの塾生さんだけそれ見せてもいいかな。はい。うん。それを見せて解説する動画作りますよ。うん。ちょっと講義追加ですね。要はこの YouTube で、まあこれ3万で稼ぐノウハウって言ってるんですけど、その人7万8万稼いでるんで、そのチャンネルをご紹介しつつ、ね、ちょっとここには書いておきます。追加講義ですね。毎月その人が5万から8万円ですかね。稼ぐエンドロール動画のエンドロール動画のチャンネルの作り方、構築チャンネル構築法、まあこんなちょっとねタイトルは変わるかもしれないですけど、この YouTube のノウハウの中にこれをちょっと入れます。で実際に稼いでる、これ本当にお客さんで稼いでるよっていう人のチャンネルをお見せしながら解説していくので、どういう考え方でこれやっていけばいいのかとか、あのねやっぱねカスタムサムネイル非常にうまかったですね。まあこれ後で追加しますね。これまあ9月鹿児島帰るんで、それで作ります。これはい、忘れないようにこれ作りますね。まあだからまああのノウハウに関しては追加してきます。はい、まあいっぱいありますよ。まあこれだけでもいっぱい、ここ一個一個全部動画、あの細かい設定方法とか、これが YouTube ですね。はい、であとセミナー映像とかもあります。セミナー映像とかもあります。だからまあこのセミナー映像とかも見ていただいて、ここも細かいねやり方って見ていただけば大丈夫なんじゃないかなと思います。であとはこれが YouTube ですね。これ転売で稼ぐノウハウで、転売で稼ぐノウハウが一番多いです。正直転売で稼ぐノウハウだけで60万ぐらいの内容はあります。で転売で稼ぐノウハウは最初 Amazon の新品転売だったんですよ。 Amazon の新品転売、アマゾンの、うん、要は店舗から安く仕入れて、アマゾンで、新品で転売していくっていうのしかなかったんですね。でその講義がいっぱいあります。はい、まあどこ攻略法とか、電気屋さん、ホームセンターどうやって攻略するのって、どうやってその攻略していくのっていう、うん、まああとセミナー映像もあります。セミナー映像ね、はい、であとはこの最初講義を聞いてですね、転売始めた塾生さんからまた講義提供していただきまして、ドリアカセの小野さんという方なんですけども、まあこの中古でこのなんだ仕入れるやり方ですね、この未開封判別方法、新品未開封判別方法っていうのをね作っていただいたんですけど、これ塾生さんが作っていただきました。どういうふうにその、なんだ、やるのかっていう感じですね。うん、そう。こういうのね。で、あと、モノレート分析。モノレート分析。こう、どうやってこのモノレート分析するのっていう細かいやつだったりとか。まあ、こういうのもあります。で、今度、その、ウェブから、いや、吉谷さんと、いちいち店舗に仕入れに行くのめんどくさいですよという人もいると思うんで、ウェブから転売できると、まあ電脳仕入れですね。ウェブから電脳仕入れで、これはすごいですよ。これ100本あります。電脳仕入れ動画は100本あります。はい、100本あります。どんな商品をどうやって仕入れるのかっていう、これ山田さんっていう方にね提供していただいたんですけど、そのウェブからどうやって安く仕入れるのかっていうのが実際のこれ見ながら、これが100本あります。100本です。あります。100本あります。だこんだけ見ればね、ぶっちゃけ仕入れやり方わかりませんってないんじゃないかなと思うんですよね。もう全部事例とかね、どういう商品でどういうところ見て、どういうふうに仕入れるのかっていうのがやはり100本あるんで、これでもし分かんないんだったら、それは
見てないんじゃないかなと思うんですよね。じゃこれ全部見ればそのネットから仕入れるやり方わかると思いますし、はい、であとはレポートもここでは提供してます。レポート、うん、はい、儲かる商法、こういうレポートですね。あとね、カメラ転売、あと転売の中でもカメラ転売っていうのが一番結構取れるんですよ。利益額がですね。でそれでカメラ転売の、転売のやつも入ってます。カメラ転売でどういうふうにやるのかっていう。であとカメラ転売のセミナーやったんですけど、なんだこれセミナーやったんですね。うん、カメラ転売のこれ小坂くんかな、小坂くんここら辺にいるかな。この小坂くんっていうことをカメラ転売のセミナーやったんですけど、この転売のセミナー映像も入ってます。あ、だからまあこんだけあればね、なんだ、まあ十分かなと思います。はい、まあこれが転売の、ノウハウですね。まあ正直転売のノウハウがめちゃめちゃ入ってますね。あとこのブログで稼ぐノウハウですね、ブログで稼ぐ、どうやってブログ構築していけばいいのっていう感じですね。で僕今 YouTube でメインでやってるんで、うん、なんだ、まあ、またちょっと落ち着いたらブログやっていこうかなと思ってるんですよ。うん、でブログで僕が実際に始めたらまたこちらも講義は追加します。今僕 YouTube メインでやってるんで、ブログも一応ドメインあります。ドメインあります。ちょっとお見せしますね。どういうドメインなの、なんだ、どういうサイトなのかっていうと、まあ、この R34 マガジンっていうやつで、これねちょっとしかまだ作ってないんですけども、うん、こんな感じで作ってます。でこれアドセンス広告ですね、こちらもアドセンス広告でこんな感じで作ってます、うん、でこれまだコンテンツが全然なくて、何記事なんだろうな、多分まあ10記事ぐらいしかないです、うん、これはその、ブログで稼ぐサイトにします。でもう一つあるんですけど、この吉谷拓郎公式ブログっていうのがあるんですね。これはもう稼ぐというよりかは自分のその思いっていうのをただ自分はこういう考え方だよっていうところを話して、どちらかというとこれは広告で稼ぐというよりかは、まあどちらかというとリストを取る、まあリストを取るって言っても、まあここを見てもらえば分かるんですけど、リンクないんですよ。こう、まあ YouTube 僕やってるじゃないですか。YouTube バーってやってるんですけど、その違う形でのアプローチですよね。だから別に動画めちゃめちゃやってるんで動画見ればいいと思うんですけど、動画にはない味っていうのを、こっちの吉谷拓郎公式ブログでは出してます。だから文章が1記事2000文字以上あります。はい、あ、ちょっとありましたね。これなんだ。あ、これは作品、ね、すいません、猫との出会いっていう動画がありました。これ猫との出会い動画ありましたね。これはすいません、 YouTube 入れてました、申し訳ないです。これ消しとこうかな、消しちゃっていいですか。消そう、すいません、動画再生中に消すって一応ね全部ねこう統一してるんで、はい、消します。はい、これで証拠隠滅ですね。で、あとそう最近このアドセンスを入れたんですけど、これアドセンス入れた理由は、なんかそのアドセンスで最近そのなんかそのうーん、あ、でもあそこはちょっと ID 入っちゃったよな。なんかその自動広告っていうのができたんですよ。自動広告っていうのが、でそれは自動広告って何かっていうと、今まではその例えば今までのやつっていうのは、例えばここの、サイドバーに何か広告を入れるみたいな感じで、その一個一個広告のその作ないといけなかったんですね。こういうところここに入れますっていう指定するのを作んないといけなかったんですよ、うん、でもそれが一個のソースコード、一個のコードを貼り付けるだけで Google が勝手に適切なところに広告を入れてくれるみたいな新しい機能をつけてくれたんですよ。でそれをテストするためにここにちょっと入れてみました。その自動の AdSense 広告の自動のやつはどんな感じで広告が表示されるのかっていうテストで今入れてます。まあそのうちは多分外すと思いますけど、こっちは、うん、
だ今そのここもまあ多分これも広告なんですけども、勝手にその Google がこのサイトを見てここに広告入れようってことで勝手に入れてくれてます。今まではここに入れるっていう指定をしないといけないかったんですけどね。それじゃなくて1個のソースコード入れるだけで勝手にこの、これも広告ですね。いいとこに入ってますね。これも勝手に自動で入ってます。1つのソースコード入れるだけで。それが YouTube の、このちょっと長くなるの、まあいいや。AdSense 自動広告。出てないかな。Google AdSense 自動広告の設定方法とブログの貼り方と。自動広告と広告ユニットの違い。今まではですね、この広告ユニット、先ほど言ってたやつ、自分で作ってくれたやつですね、これが広告ユニットしかなかったんですけど、今自動広告っていうのは出てきてます。で、広告ユニットって何かっていうと、ここにこの人が書いてくれてますね。広告ユニットっていうのが、まあこれアドセンスにログインしないといけないですけど、まあ、ここの広告ユニットっていうのを作って、どういうレスポンシブでいきますか、ビッグバナー、レンタルタグ、どういう形でいきますかって指定をして、でここに出てくるソースっていうのを、ここにちょっと出てくる、これを、まあ、ブログに1個ずつ貼っていくってやつだったんですけど、その自動のやつが出てきたんですよね、今。で、自動のやつはこの自動広告っていうのがあって、でこう行って、まあ、行くと、行って、まあ、これだけです。これをヘッドタグとヘッドスラッシュタグにこのソース等をね、貼るだけで勝手に Google さんがね、いろんなところに広告を出してくれるという素晴らしい機能なんですけど、これをじゃあ、まあ、最近できたんですよ。で、それをテストしてます。で、なんで、まあ、ここあたりのね、講義もね、僕がブログを本格的に始めたらちょっとやっていこうかなと思って、講義の方は追加していきます。で、今は、今も講義ありますけどね。で、あとは、このあやさんっていう、その外注でそのブログの記事を書くのがめんどくさいっていう人いてると思うんですけど、ブログの記事がめんどくさい。でもあやさんっていう塾生さんはですね、ブログの記事をライターさんに外注化して月300万ぐらい稼いでるんですよ。で、それであやさんがどうやって外注化してるのっていうところの講義を追加していただきました。どうやって外注化してるのかって、どうやって外注化して300万稼いでるのかっていうところですね。そういうのもあります。だから自分で書くか人に書かせるかしかないんで、じゃあ自分で書く場合はこうだよっていう。まあ、あとね、もう一つ、あと、あとね、まあ、これも講義して、追加してくれましたね。これは実際にその塾生さんで、月間10万 PV を6個だったかな、30万 PV とか全部あって、アドセンスのさっきの広告収入で、60万から70万稼いでる人から講義の方を追加していただきました。で、この方は、どういうサイトを運営してるのかっていうので、まあ、どういうふうな戦略でやってるのかっていうのもあります。で、あとはその、2000万、まあ、ブログアフリエイトじゃないですけど、ブログをきっかけで2000万作った人がいてるんですけども、このチョコさんっていう人ですね。で、これは音声ですね。音声。まあ僕今東京に来るとよく秋葉に来るんですけども、その秋葉の事務所を作ったのが、まあ、チョコさんっていう方なんですけど、まあその対談、があります。これ解説するともう何時間もなっちゃうな。もう割愛していいですか？ ブログで稼ぐノウハウ。ブログで稼ぐノウハウ終わったな。これは自己アフリエイト。で、自己アフリエイトは自分で、やれば稼げるんですけど、まあ、久保さんっていう方はですね、ネットビジネス40歳から始めて家を買いました。で、自己アフリエイトだけでも300万以上稼いでます。で、なんか自己アフリエイトは、ネットビジネスをよくやってる方だったら、自己アフリエイトを知ってると思いますし、なんだ自己アフリエイトって思う方が多いんじゃないでしょうか。でも、自己アフリエイトで、じゃあそういう思う人は300万稼いでないんで、自己アフリエイトで300万稼いだ人が講義を提供してくれました。自己アフリエイトってどういうふうに、どういうような考え方でどういうふうにやればいいのかっていう。
まあ、これ家なんですけど、はい、家買いました。はい、で、こう自己アフリエイトをどういう考え方でやっていけばいいのかとか、こういうふうになんかもう全部あります。だからこれだけでもね、これをやるだけでも、まあ、少なくても100万稼げるんじゃないかなって。自己アフリエイトって自分で申し込んでもお金もらえるアフリエイトなんで、ただただみんな凡事徹底してやらないんで、まあ稼げないですね。まあこの動画見てる方で自己アフリエイトで300万以上稼いだ人多分ゼロです。はい、そんな感じですね。だからこれもやれば確実に自己アフリエイトなんで稼げます。あとはまあブックメーカーですね。これはまあ熟成さん、鷲津さんという方とやってるやつで、鷲津さんも30万のコミュニティやってるんで、一部ではあるんですけども、講義の方を提供していただきました。ただドリームアカデミアはブックメーカーの塾ではないので、情報発信の塾ですから、まあ、3万稼ぐためにはこれで十分だなってやつを、提供していただいております。3万、月3万上げるためにはこれぐらいで十分だろうっていう手法やり方っていうのを、なんだ、動画の方を提供していただいています。例えば、こういうやつですかね、まあ、こんな感じでこう解説していただいております。で、あとは、Facebook で、ブックメーカーですね。Facebook で稼ぐの。これね、女子なんですよね。女性の方で、ヨシエタンっていう方なんですよ。まあ、これはですね、やる気がなくなった時に見てください。はい、女性、結構可愛い感じなので、やる気がなくなった時に見ると、モチベーションがアップするかもしれないです。はい、結構ね、やっぱね、男ばっかの講義なんでね。女性の見ると結構和むんじゃないかなということで、かなりいいと思いますよ。うん、はい、まあこの Facebook でどういうふうにやるのかとかで、あとはこのリスト取りですね。まあこれはちょっとね見づらいです。これはね大学生の子なんですけども、まあランボルギーニ買いました。1年で僕のコンサル入ってくれて、でそのなんだ、まあ、仮面かぶってるんでちょっとあれですけど、どうやってその、リストを取っていくのかっていうところで解説してくれています。彼はですね1年で、6000万ぐらいですね、売り上げ作りました。ランボ買いました。それで、でそれと、あとトップバズですね。トップバズ、で稼ぐノウハウっていうことで、まあ、こういうふうに載せています。でトップバズに稼ぐノウハウも新しくその僕が検証したやつですね。これ、なんだ、12日で15万やったっていうのも、これも具体的に何やったのかっていうのも全部新しく追加で講義を入れてます。あとはあと FX ですね。トップバズ FX で、 FX はねこれねかなりねすごいですね。逆から学ぶ FX で、これはねかなりちょっと難しいんですけど、難しいけどなかなかいい感じですね。これはねすごくね、FX やるんだったらこれは絶対見といた方がいいですね。これめちゃくちゃいいコンテンツです。資料もね、かなり作り込んでくれてますんで。で、この LINE アットで稼ぐっていうことで、はい。これですね。僕がもともと弟子いたんですけど、その弟子の子が650万稼いだんですよ。でその月収650万どうやって稼いだのかっていうところの LINE アットをどうやって実践してどんどん使ってるのかっていう講義ですね。まあ話っていうのが入ってます。でこれが今まで説明したのが3万です。だから初めの、わかります、今説明した、すいません結構動画撮ってるんですけど、今説明した内容が、触りです。これが触りで、こっからが本講義ですね。はい、ここからが本講義で、この本講義を全部説明すると多分2時間ぐらいかかっちゃうんでやめときますけど、ここからが本ちゃんです。これが僕がメインで教えてるドリームアカデミアのステップです。 OK ですかね。ここが僕が教えてる情報発信コンテンツビジネスをどういうふうにやっていくのかっていうのが僕のメイン講義になりますので、まあ、こういうところですね。あとはもう1000万とか1億っていうのも僕売り上げ作ってきたので、これも追加していきます。わかります。ただここにはね多分ね、おそらくなんですけど、こう講義作ったとしてもやる人いないと思うんで、うん、1億稼ぐステップやで広告費1000万とか2000万出せる人いるのって話で、1000万広告費出せます？1アドレスに対して3000とか5000払えます？うん、多分払う人いないんですけど、一応僕やってきたんで、ここも色追加する予定です。ただ現実性はちょっとないかなっていうところですけど、
一応僕やってきたんで、ここはもう入れます。だから今年中には入れようかなと思ってますね、ここは。ただ入れたとしても見たとしても、まあ、再現するかしないかはその人次第ですけど、広告をかけるっつっても1アドレス本当に5000円とかね、1万とか払えるのっていうね、1万稼ぎたいよっていう人が入るのに1万の広告費払えるのかって話で、まあ、再現性ちょっと難しいかなと。だからここは本当にもう超上級ですね。もう稼いだ後、それレバレッジかけていく上での超上級編としてここもあります。で今も、まあ、ドリームアカデミアは月収100万稼ぐっていうところに重きを置いてるので、この100万稼ぐためにはどうすればいいのか、インターネットを使って集客してアフリエイトするのか、商品売っていくのかっていうところで、そのやり方ですね。でこのやり方に関してはここら辺のやつですかね、ここを見ていただければ分かる。これ R34 マガジンの、下にこのドリームアカデミア講義っていうのがあるんですけど、ここにですね、あの講義追加したら全部入れてんすよ。だからここにねバーってあります。講義追加したらここに結構入れてるんで、まあここ今何本あんだ、64本ぐらいあります。だからこれ見ていただければ、まあこれ全部じゃないですよ、これ全部じゃないんですけど、だいたい64本これ見ていただくと、まあドリアカの講義がどんなの入ってるのかなっていうのはだいたいわかるかなっていうところです。うん、であとはそのあとこれですね、このフォローアップ勉強会、これもすごいありますね。はい、まあこんな感じで、この2015年から2016年っていうのはちょっと以前の塾やってた時に僕がサポートで携わってて、僕がまあ、あの講師をしてたんで、まあ、ここはおまけでつけてます。ここおまけで、ここおまけでつけてますね。ここ秘蔵映像みたいな感じです。これ秘蔵映像で、おまけでつけてます。で2017年からドリームアカデミア開講してるので、ここからが実際ドリームアカデミア開講してコンテンツで毎月やってるんですけど、今月もやります。まあ、こんな感じですね。うん、例えば先月やったのは100万稼ぐセールスレターの書き方っていうことで、これを毎月やってますね。どういうふうに書いていくのかっていう。で、あのただ動画を提供するだけではなくて、このフォローアップ勉強会っていうのは、まあ、動画講義プラスあと文章ですね。文章でバーってこの文章コンテンツも結構あります。ちゃんと文章でも、まあ、動画プラスアルファその文章ですね、文章でもなんだ、伝えたいことがあるというかね、分かってほしいので、こう書いてあります。こんな感じで。結構書いてると思いますよ。だこれが毎月無料でやってます。で、塾生さんの方は25年無料でね、こちらを、コンテンツを受け取れるということですね。まあ、こんな感じで、わーってあります。だこのフォローアップ勉強会が、の映像ですかね。フォローアップ勉強会、はい、こちら25年です。あとはだから2000何十年なんだろう、分かんないですけど、僕が60歳になるまで毎月これ無料で、講義の方を提供させていただくので、この、フォローアップ勉強会の講義だけでも、ここフォローアップの勉強会の講義だけでも300本以上にはなると思います。これだけで、フォローアップの映像だけで300本になると思います。うん、まああとはまあこのなんだ、なんだ細かいどうやってこうテクニックですね、うん、ここもまあ文章で解説しますけど、こんな感じですね。はい、こんな感じでどうやって作っていくのとか、集客どうやってしていくのと、究極の SNS どうやって集客していくのっていう、はい、まあこんな感じでありますけど、はい、ということでまあちょっと解説するとキリがないので、まあこんな感じです。はい、だから、コンテンツが多くあると聞いています。どのようなコンテンツがあるのでしょうか。このようなコンテンツがあります。であとは講義の方が25年新着で新しく追加していくのと、サポートが25年ですかね、まあ、僕が60歳まで、サポート無料でサポートしていく、どうやってサポートしてるんですか、サポート体制は、まあ、このフォローアップ勉強会、毎月やってるフォローアップ勉強会ですね、とここのお問い合わせ法、まあ、ライブ放送ってなってるんですけど、この毎日どうでしょうっていうね、毎日どうでしょうのライブでのサポートと、あとは、このお問い合わせフォームですね、ドリアカ生全員お問い合わせフォーム、ここからいただくと、
で、これ25年無料でサポートしてます。はい、以上です。まあ、もうこの動画見て分かんないことあれば、ただ質問いただいたものに対しては回答してると思いますので、ただそのコンテンツが多くある、そのこのコンテンツ全部お伝えするってなると本当にまあもう5時間ぐらい必要なんじゃないかなと思いますので、ありすぎます。うん、だから何、僕はなんでこんなに入れてるのかっていうと、日本一のまず塾を作りたいと。じゃあ日本一の塾の、うん、僕の中で何かっていうと、日本一の情報量、本物の情報量っていうのを重きを置いてます。なんかいろんな稼ぎ方ね、なんか僕はなんでいろんな稼ぎ方入れるのかっていうと、ね、僕のお客さんで30万の何々塾に入りました、40万の何々塾に入りました、60万の何々塾に入りました、トータル100万200万借金してます、だけど稼げません、いやドリアカに全部入れるよっていうドリアカ1本入っとけば全部学べるし、全部無料でアップデートしていくしっていう、まあ日本一でしょみたいなっていう塾を作りたいと思ってます。なぜならばお客さんがいろんな塾にお金払って全然稼げてないと。で、毎回一つのことを並ぶために30万40万払ってプロダクトローンチで稼げる稼げるっつって入って稼げてないんで、で借金されて僕のところに来るんで、いや僕そこに入るんだ、僕ドリアカ入ってくれとねだって本当に200万とか300万とかね、使って僕のとこ相談来るんですよ。いや、ドリアカ安くねみたいな。こんだけ入って、いや、これ1本で十分でしょみたいな話なんで。だから僕は、もうこれからもいろんな、ノウハウを入れていきます。で、これ今度ですね、9月、10月の頭にはですね、ここバイナリーオプションも入ります。バイナリーも入ります。で、バイナリーも月300万ぐらい稼いでる人が入れてくれるんで、バイナリーでね、実際月300万とか利益出せる人が、まあ実際 FX がメインなんですけど、 FX で今自己資金7100万です。 FX で自己資金7100万でガチトレーダーの人がバイナリーオプションのノウハウをここで提供してくれるので、まあそれもすげえんじゃないかなと思います。で、今ドリアカの講師陣、まあ講義を提供していただいている方ですね、まあここにバーって載せてるんですけども、結構増えましたね。運営してから2年未満か、講義の方すごく追加してくれたんですけども、まあこんな感じで増えてきてます。で、これも僕が無償でね、交渉して交渉したりとか、もしくは向こうからね、吉田さん講義の方提供させてくださいって向こうから来たりとか、まあ僕から、交渉したりとかして、そのノウハウっていうのをどんどん追加してる状況です。無料で、はい、これからも追加してきます。だからここはね、まあ、他の塾とまあ全然違う、まあ、レベルが違うと思います。マジでこれは自信を持って言いますけど、ここまでその、無料でですよ、無料、完全無料方法でこの講義の方を提供していただいているので、じゃあなんでそんなその無料で提供していただけるのかっていうのは、やっぱその僕が本当にその徹底的にやってるっていう部分でみんなが共感していただいて、吉田さんすごいんで、いや僕も力になりますよっていう本当有志でね、ご協力いただいているので、だからこれからも僕も頑張り続けて、まあ、こういうその共感していただける方にね、本物の情報を提供してもらうと。で、ドリアカっていうのを日本一にするっていうところでこうやっていきたいなと思ってます。はい、ということで、今回ご質問していただいた、内容について回答させていただきました。ありがとうございます。